とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もですね、妖怪学園 Y、ワイワイ学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、メラでラスボスのタイムアタック、やってみます。今、陣平が最高かな ?4 分7秒。で、今、道中、メラで来たけども、思ったのが、メラってこんなに弱いっていう感じ。本当にね、なんだろう、弱いのよ。昔はね、脳筋だ、脳筋だって思ってたけども、全然そんなことなくって、ただの弱キャラ。まあ、どれぐらいでいけるかわかんないけども、まあ、早めに行きます。野づちかは、5分半ぐらいだったね。5分半。パワー自体は、野づちかより全然上なんだけども。まあ、行ってみます。まあ、とにかく芸能人学徒の能力を最大限に生かして戦っていくっていうことだけだよね。おう、いやー、なんか弱い点がね、あれだね、必殺技の待ち時間が無駄に長い。無駄に長いし、必殺技がね、いまいちダメージが取れない。芸能人学徒で倍にしたとしても全然ダメージ取れないのよ。これ野槌かの方が断然いいね。だってあいつは防御力もアホみたいに高いし、ダメージも取れるんで全然あっちの方が強い。よっしゃ。いや、こんなに違うもんか。それぐらいメラはちょっと良くない。むしろ必殺技が良くなかったかもしれない。ウェルダンを入れてきたんですよ。ウェルダンを。ウェルダンがね、どうもよろしくないのよ。百獣ナックルの 1.5 倍ぐらい待ち時間があるから、この威力でこの待ち時間だと、ちょっと、使い物にならないかな。待ち時間一緒だったらいいけど、いや、このぐらいの待ち時間だったんだっていう感じですね。これはやばい。本当に。うわー、これメラは昔すっげー強いなと思ってたけど、いや、幻だったね。まさに。まさに幻。あ、いった!やべえな。よし。でもこれ。維持しておかないとやばいからね。あと一発。あー、どうせあれか、無理か。あぶねー。こいつの変身の時に大体切れちゃうから、まあ仕方ないね。ああ、まあ気候ぐらいついてればちょっと違うと思うけども、ちょっと今の状態では辛いね。やっぱ動きはナンバーワンで遅いよ。野づちかよりも全然動き遅い。あいつは蛇王が、王者のブローか。あれがね、まあ威力も高いし、待ち時間も多分、そんなにないのよ。だから良かったんだけど、その分こっちダメだわ。本当に。よし、でも攻撃力は維持できてる。オッケー。待ち時間ほんと重要ね。し、攻撃力自体もなんだろう、断然野口かがいい。あー、見せた。野口かの方が断然強いんだわ。驚くほど違う。でも必殺技の威力って全然変わってくるね。パワーがあったとしても必殺技の威力がなければダメだもん。でも野づちかは威力が違う。ダメだし、通常攻撃でもね、4桁必ずいってたんだよね。それが違う。ちょっと待って、テレビの音量をねすごい下げてやってるから、だからちょっと避けにくい。
落ちてくる時のね、ワオーンっていう声に反応して避けたが簡単なのよね。ちょっと待ってね、避けるから。あ、OK。その声で大体俺反応するようにしてるから、それじゃないとちょっと避けにくいんだな。いや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 、この感じじゃないもん。もっと減らせるもん、のど力だったら。いやー、メラはこんなもんか。いや結構ショックよこれ。あー、いや待て、減ってる。ちょっと力が落ちてる。いや全然倒せるんだけど、あれだね、あー倒せるんだけども時間がかかる。よしよし、ちょっと待って、パワー、力を上げる。あー力を上げないとちょっととてもじゃないけどダメージが取れない。よし、 OK、 いけたね。いやいやいや、ウェルダン3発打たないと阻止できないってなかなかだよ。普通だったら必殺技2発で阻止できてるんだけど、いやでもこれが普通のキャラクターか、これが通常キャラだよ。やっぱ陣平とノズチカはちょっと段違いなんだろうね。全然違う。これはいかんわ。ほんと6分どころじゃない、これは遅い。もっと時間かかるわ。よし、 OK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 、 まあまあまあいいとしよう。 OK、 ウェーブがようやく来た。おー、ちょ待て、コズミクラッシュそんな食らう。いや、ノズチカ全然食らってなかったんだけどね。これが普通のキャラと強キャラの違いだ。全然威力が違う。あの防御力がまずもって違うわ。ここまでの差があるか。まあまあ倒しきろう、とにかく。よし、とにかく倒しきります。危ねえ危ねえ。よっしゃ、 OK、 もう攻撃力は最大ぐらいになってるから。よっしゃ、あれ、いやー、やっぱりあれか、必殺技のためが長すぎる。ため長っ。これじゃちょっと使い物にならん。本当に攻撃したい時に攻撃ができないという、これはきつい。よし、まあまああとちょっとだ。あと1回必殺技がたまればいけるね。やば、うっそ。あ、大丈夫、これで抹殺光線を避けるだけでたまると思ったけども、ちょっと待って。よし、いいよいいよいいよ。 OKOK、これは遅えわ。よし、おい、なになになに、必殺技打ちながら移動してきやがった。そういう裏技があるのか。よし、じゃあ次の隙を見つけて終わりにしよう。おーっと、いけ。うわー、最後の最後に全然ダメージが入んない。遅いね、多分相当遅い。でもこれが普通のキャラクターの倒し方だよ。いやー、きつかったわ。うん、攻撃力もないし、さらには防御力もないっていうことできつかったわ。はい、ということでメラはこれぐらいで倒すことができたね。じゃあ次、違うキャラでもやってみようと思うけども、おそらくだけど、マタロウとかやばいと思う。相当遅いよ。まあ、
やってみますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。そいや。